そしてついにオープンザハラーそっかー。兄貴は完膚なきまでに奴の腹を切り裂いた。ついに火蓋が切られた京極組と雷神との戦い。ポンポンをオープンだ。くそがー。森若の兄貴がいきなり幹部の上原をぶち殺した。血で血を洗う戦いが予想された京極組と雷神との交争。バカを腹開きします。もったれがー。この戦争、まずは森若の兄貴が敵幹部上原をやった。鎖国をいじめたから腹開き。バケモンがー。幹部の上原が京極組の森若ってやつに殺されたらしい。マグロっぽく殺してあげるね。もったれがー。魚みたいに解体されたって聞いた。